IOC バッハ会長、死に滅裂に中国製ワクチンで批判殺到し反論。先日 IOC 国際オリンピック委員会のトーマスバッハ会長が中国製のワクチンを購入し、東京オリンピックなどの選手や関係者に接種させると表明した問題で、バッハ会長が昨日記者会見にて次のような発言をいたしました。接種は義務づけていない。各国の信や 規則に従うことが IOC の原則でどのようなものでも受け入れるどこの製造かは関係ない重要なのは有効か副反応が何かだけだ求められているのは連帯感だ IOC は中国の人権を極めて深刻に捉えているサプライチェーンの監視や労働者の権利の問題などに IOC の権限が及ぶ範囲内で対処するとなっておりまして 自民党の片山さつき議員によれば、この中国製のワクチン、そもそもの問題として、臨床試験、治験が終了していないため、有効かどうか、副反応がないかどうかが確定しておりません。ですので、このバッハ会長の理屈では、中国製のワクチンは接種させることはできないという事実がございますが、まあ、さらに日本政府として、 このような中国製のワクチンを認めていないため中国製ワクチンを接種した方が来日してもワクチンを接種していない方と同じ対応となる模様です。この IOC のバッハ会長、ワクチンに関する認識が甘く中国政府、中国共産党の宣伝工作に悪用されているように見えておりますので日本政府や オリンピックの関係者の皆様には、このバッハ会消に対して、中国製のワクチンについて正しい情報を提供していただき、これ以上、オリンピックが中国政府、中国共産党に悪用されないように、厳しく対応していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。